こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はですね、イオン高松の方に、やってきまして、妻や子供のですね買い物に付き合っております。まあ暇だから、お父ちゃん暇なんでね、それでこの宮脇書店さんに寄っていろいろ立ち読みをしてました。まあ、その中でですね、加藤泰造さんの人生テレフォン相談というか、まあそういった本がありましたんで、ついつい買ってしまいました。これね、私ラジオっ子でしてですね、ラジオを聞くたびにですね、こんにちは加藤泰造ですっていうような、そんな言葉が流れてきて、それでは今日の、人生相談何でしょうかということで、チリチリチリンチリチリチリンって電話音がしてですね、そして、今日のご相談は何ですかというような、そんなことがあったなと思い出しました。でね、やっぱりコロナになりましてね、本当にですね、心の崩壊、また不安、また怒り、それとか依存症、まあ、そんなことでですね、ぐっちゃぐちゃにですね今なっております。そういった中で、私子供の頃からですね、こういったテレフォンショッキングじゃないですよテレフォン相談ですね、テレフォンショッキングは、タモリンさんのね、特許だったんですけれども、そんな形で、今現在に至っております。イオンですから、ちょっとね、横に人が来たらなんとなくね、あ、おっちゃんがアホなこと言ってるなっていうことを聞かれるのが恥ずかしいんですけれども、このまま続けたいと思います。この加藤泰造さんのですね、いいのは本当にですね、心理学を駆使してですね、そして人の、お話をですね、とことん聞いて、そして答えを出しているというような、だから番組はたかだか15分なんですけれども、時には1時間から、1時間半ぐらいですね、お悩みを聞いて、そして、それを編集して流してますので短いですけれども、実は裏にはそれぐらいですねお話を聞いて、結論というかね、相談相手がある程度納得できるまで聞いて話をするというような、そんな姿勢がですね、50年間ずっと続いている理由なんですよ。でね、加藤さん言います。もう50年前とかなり相談内容って変わったんじゃないですかっていうふうに、加藤さんに聞かれたわけなんですけれども、いやいやいや、そんなことないですよと。もう50年前の悩みもまたここに書いてますね、もう何百年前の悩みも人間の悩みって一緒なんですよっていうようなことをおっしゃってますね。ですからやっぱりですね、人間っていうのはですね、悩む動物であり、その悩みっていうのがないような状態じゃなくて、悩みを受け入れた時からがですね、自分を受け入れるというようなことになりまして、そしてそれを克服するためにですね、人間は生まれてきたんだなというふうに思われるんじゃないかなと思います。だから悩みがあるのがですね、問題ではなくて、悩みがあることをどのように受け止めながら対処していくかっていうのが問題ではないかと思っております。まだまだ読んでないんでね、何とも言えませんけれども、非常にですね、怒ることができない人とかですね、尊敬されている人気者クエスチョンとか、他人を厳しく非難するのはなぜとか、子供を支配する母親とかですね、非常にいろんな相談の内容が載ってますので、私もですね、皆様の相談をですね、何度か受けておりますので、そういった中でですね、一つでもまたお役に立てるようにこれを読んでね、解決方法をさらに私がクリアできるようにですね、勉強したいと思います。それでは、イオンからでした。ちょっと周りに人がいるのが恥ずかしかったんですけども、これで終わります。あ、これね、楽天回線を使っておりますので、このイオンでも非常に、電波が通っておりますので、ここから、アップをしたいと思います。よろしくお願いします。